皆様こんにちは、数学ラブです。垂線の長さの和を数学するということで、今回はビリアーニの定理との関係について勉強していきましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。問1です。正三角形 ABC があって、 AB イコール BC イコール CA イコール2の時、 OD たす OE たすOF はいくつですか？答えは OD たす OE たす OF はルート3となります。ではなぜそうなるか見ていきましょう。正三角形 ABC の面積は辺が2で高さがルート3ですから、 2× ルート3割る2でルート3となります。 BC を底辺とすると2、そして高さがルート3割る2の計算ですね。また三角形 ABC というのは三角形AOB、 こちらですね、と三角形 BOC、 こちらですね、そして三角形 COA、 これを足した値になっていますので、それぞれ見ていくと、三角形 AOB というのはここの AB の長さが2で高さが OD ですから、2×OD÷2 となります。次に三角形 BOC を見ると、底辺 BC が2、高さが OE、 そして÷2、 こちらの計算ですねとなりますし、三角形 COA を見てみると、 COA ですから底辺が CA で2、高さがOF、 ここですね、 2×OF÷2 となります。これを計算すると OD たす OE たす OF となりますので、これが三角形 ABC の値と等しくなるということですから、求める OD たす OE たす OF というのはルート3と求めることができます。問2です。ひし形 ABCD で AB イコール BC イコール CD イコール DA イコール2、角 A イコール120度の時、 OE たす OF たす OG たす OH はいくつになりますか？答えは2ルート3です。なぜそうなるかを見ていきましょう。ひし形 ABCD の面積は対角線がそれぞれ2と2ルート3となっています。対角線 AC、 これは2ですし、対角線 BD、 これは2ルート3となっていますので、ひし形 ABCD の面積は2×2 ルート3割る2の計算で2ルート3と求めることができます。またひし形 ABCD というのは三角形 AOB と三角形 BOC と三角形 COD と三角形 DOA の面積を足した値となっています。図で見てみると、三角形
AOB こちらですねと三角形 BOC と三角形 COD と三角形 DOA この面積を足した値がひし形 ABCD の面積となっていますのでそれぞれ見ていくとまず三角形 AOB というのは底辺が AB で2高さが OE 割る2ですから 2×OE 割る2次に三角形 BOC を見てみると底辺が BC で2高さが OF 割る2ですから 2×OF 割る2三角形 COD を見てみると底辺が CD で2高さが OG 割る2ですから 2×OG 割る2三角形 DOA は底辺が DA で2高さが OH 割る2ですから 2×OH 割る2ということでこれを計算するとですね OE 足す OF 足す OG 足す OH となりこの値がひし形 ABCD の面積と等しくなるということですのでつまり求める OE 足す OF 足す OG 足す OH というのは2ルート3となります。ビディアーニの定理とは正三角形内部の点から三辺に下ろした垂線の長さの和は一定値であるというものになります。このことはすべての正多角形すべての角が等しい多角形すべての辺の長さが等しい凸な多角形の時も成り立ちます。今回の問題では問1では正三角形内部の点から三辺に下ろした垂線の長さの和は一定値として求めることができましたし問2ではひし形の内部から4辺に下ろした垂線の長さの和は一定値であることが求められました。いかがでしたか？今回は垂線の長さの和とビディアーニの定理について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので気軽にお寄せください。ツイッターもやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。